日産自動車はフランスのルノーとの資本関係を見直す最終契約を結ぶとともに、ルノーの EV 電気自動車の新会社に900億円以上出資すると発表しました。日産とルノーは今年2月、ルノーが持つ日産の株を 43% から 15% に引き下げ、お互いの出資比率を対等な関係に見直すことで合意し、昨日最終的な契約に至ったと発表しました。出資比率を下げる見返りとして、ルノーがヨーロッパで新たに設立する EV の新会社に対し、日産が最大で6億ユーロ、日本円でおよそ930億円の出資を行うことを決めました。最終契約に向けては、条件などをめぐって交渉が長引いていましたが、日産の内田誠社長は、これにより電動化戦略において新たな価値が創出されるとコメントしています。